本項目で扱う滋賀県高島市の熊野神社は、式内社である。熊野神社と称するが、いわゆる熊野三山との関係はないとの伝承もある。かつて、高島郡を南北に貫く、主要街道は、北陸道、赤月街道、鯖街道の三本あった。このうち、暁街道は、熊野山を走る街道であった。この街道は、織田信長が朝倉攻めの際、 通行したとされる。式内社熊野神社は、もともと、暁街道沿いの熊野山あざの瀬という地に、鎮座していた。元気3年3月16日、森半兵衛た村により焼き払われたが、住民が神事を、波か布神社境内に移したとの記録が、地元神職家の古文書に残る。旧社地は、三越平という地名が残っているが、現在は自衛隊演習場になっているため、 立ち入ることができない。かつて、赤月街道の南端と北端には、熊野神社の遥か廃所があり、現在の阿戸川町上小賀鎮座の熊野神社と、今津町伊勢鎮座の熊野神社がこれにあたる。天正年間、熊野山の住民によりしかぬの神社境内に移されたという、明治初年まで6月6日に、熊野祭りが行われ、農楽が催されていた。 公認14年に再建されたとの社殿が残る。王子は白山宮と称していたが、明治になり、現社号に改められた。明治9年に孫社に列した。かつては西の村に鎮座していたが、永業年間に現在の地に遷座されたという。従害防止のための柵の外側にあり、現在は普段参拝することはできない。ありがとうございます。